が嘆いてた。美しい森が消えるのは自分がいない世の中、思いやるような人である。小池の馬場一切無視。ちょっと見てほら、幅広い都民の参画、そして既存の樹木の保全や、また分かりやすい情報発信などに取り組んでいただくということについてはかねてから要請をいたしております。どこかでですね、間違った情報も伝わって、それがあたかも真実のように伝えられているということは、これはよろしくない。例えば有名なイチョウ並木を切っちゃうんじゃない、樹木の伐採というとそっちに皆さんイメージが勝手に行ってしまっているというようなこともあります。現実にはこの事業者の方々が、さまざま取り組みをされるわけでございますので、ここで小池のこと詳しい増添さんの説明を聞いてみましょう。再開発で基本覚書を他の7社でサインしたのが2015年の4月1日の午前中なんです。その中の第1条にですね、神宮外苑地区内の緑豊かな風格ある都市景観を保全しつつってちゃんと書いてあるわけよ。そしたら2016年のその続きの紙には、あの緑豊かな風格ある都市景観って書いてあるんだから、あとは次の都知事がきちんとフォローして、あのやらないといけないんですよ。だけど小池百合子って人は都市計画も全く関心がない。だからあの全然やる気の前に興味も関心も知識もゼロの人なんですゼロ、ほとんどダメです。岸さんの遺言みたいな話でこうなってる。いや、おっしゃる通り、だから自分の利益にならないと動かない人でした。いや、東京はダメにしたわけですから。まあ小池とか増添とか大阪なんかでも同じです。こういうのが首長、これじゃあダメです。誰かが嘆いてた。美しい森が消えるのは自分がいない世の中、思いやるような人であると。自分が病んで未来を演じたい。身近な場所で何が起こってるんだ。ここに集って音を紡いだ場所、歌があるカモンベリナを。そのわけをアンサー、もうこの私に。ごめんよ、答えておくれよ。